フェリー機械、フェリー機械乗船風景奄美海運株式会社は、鹿児島県鹿児島市泉町に本部を置く、海運会社。親会社は丸エフェリー。フェリー奄美、フェリー機械を所有し、鹿児島から、機械東安港、奄美大島、徳之島、沖野選ぶ島を結ぶ航路を運航しているが、離島航路で、唯一の離島航路整備法に基づく、 国庫補助対象の赤字航路でもある。いずれの航路も、鹿児島港での節眼不当はグループ会社で、共通の A ラインを使用しているマルエフェリーとは異なり、遠く離れているので注意を要する。かつては運航曜日によって、運航船舶、航路が違っていて、同じ船舶でも曜日によって運航時間が変わっていたが、2015年3月以降、新造船、 フェリー機械就航に伴い運航船舶効率化と運航曜日が平準化された。マルエフェリーと共通のファンネルマークファンネルマーク及び船体塗装は親会社のマルエフェリーと共通である。前者はオレンジに赤丸の中に赤字でアルファベットの A が書かれ余白は白色となっており、異象の特徴であるアルファベットの A は 本社が所在する奄美大島の頭文字にちなんでいる。また、校舎は、喫水線上については上半分が白、下半分が青であるほか、船体側面中央には赤字で、A、ラインのロゴマークが書かれるとともに、船首には3本の青線と赤丸の中に、赤字で、アルファベットの A が描かれている。ありがとうございます。